はい、おはようございます。里弘です。本日ですね、8月9日の水曜日7時30分ということで、朝です。ということでですね、今日はですね、ちょっと大阪の方で祭りがあるということ。あ、おはようございます。一体どんな一日になるのか、もうちょっと自分でも想像がついてないので、朝から晩までちょっとね、要所要所でカメラ回しつつ、またね、一日密着みたいな感じでやっていけたらいいかななんて思ってますので、まあ楽しくね、みんな幸せに生きていこうよということで、楽しくいきましょう。朝はパン、パンタパン。ということで本日の朝ごはんこちら、セブンイレブン温玉ちくわ天ぶっかけうどん。はい、ということで10時15分です。会場入りしました。ということでこれからリハーサル。うるすげえ、後ろの主張がすげえ、いや、カメラあれ見たことないのかな、カメラ。え、なんか俺、僕ね、あの、うん、あれ、富士フィルム知ってるの？あれ、キャノンじゃなくて、あのインスタントのやつだよ。 あれね、そうだね、楽しいかな、今日。おいしい？普通だなということで、本番までまだ時間があるんですけど、ちょっと楽しみたいと思います。いや、もう連打や、連打になってるよ。どうも、あきさんでーす。ということで、ついに開場したので、ちょっと遊びに行こうかなと思うんですけど、はい、いや、お客さん多いですね。めっちゃ多いですね。行ってみましょう。すごいですね、めっちゃ盛り上がってる。すごい。いやー、里弘ファンがいっぱいいる。すごい。やりました、これ。めっちゃむずいですよ、ボトルフリップチャレンジ。ペットボトルこうやってやる。そう、バーンってやる。2回しかできないですね、確か。え、2回しかできないの？2回しかできない。ちょっと頑張りますね。透明なやつできます。さっきこれ練習してできたんで、安全牌に。でもこっちスライムでいきたいと思います。いきます。よっ、わー、割と回る。よっ、あー、瀬戸さんゲットしました。よっ、あー、これ結構めっちゃむずいね。結構むずいっすね。回る。超軽め。せーの、わー、はい、じゃあ取ります。はい、ということで今16時ですね、4時まで来ました。なんとかイベントをやりつつ、もう結構みんなね、ちょっとずつ疲れてきてて顔がね、しんどくなってきてる人もいるんですけど、まだまだちょっと頑張っていきたいと思いますんで、行きましょうか。ちょっとやろうか、これね。一応ね、今ね、2公演終えてきたんですけど、またこの後ステージがあるので、釣り王決定戦ですかね、 MC 頑張っていきたいと思います。うまい。さあ、里弘くん、難しいに挑戦中。え、うまくない？え、うまくね？やば。え、すげえ。え、なんでこんなうまいの？え、やばすぎでしょ。え、すごい。え、やば。なんだこれ。やば。あ、おい。お客さんが来ちゃったところで。いや、うまい、やばい。俺の実力を見せつけられなくて。え、なんで、え、練習した？あの、小6から太鼓の達人やってます。うわー、そういうことか。なるほど。はい、ということで16時20分、花尾くんが死亡しております。すげえな、この楽屋。この楽屋で寝るっていう、まあ、それがすげえ。何してんすか。ちょ何してんすか。これダメ。戻る。まさきさんは、まあ、はじめカンパニーなんであれですけど、え、誰ですか。いやね、誰ですか。え、誰ですか。いや、え、誰ですか。はじめカンパニーの中の、猿に手下。この手下。ただ座ってたらバレるのか。
全然大丈夫だ。ずっと終わんねやずっと終われないってめっちゃ切らない。ずっと終われないですよこれ。そろそろ誰か手振ってくれないかな。俺もまだまだってことだ。いや、お疲れ様です。いやいやいや、そんなことないですよ、マミニさん。お祭り楽しい。あ、やったやった、やっと気づいてもらえた。はい、手振ってくれる方いましたね。4分半です。そう、4分半。4分半。おめでとうございます。ようやく、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、撤収したいと思います。撤収したいと思います。お疲れ様でした。行きます、行きます。一回、一回、一回、ちょ。え、そこ行ってさ、わーってなってさ、俺怒られるの嫌だよ。そこさ。だってちょっと待って、いかに締められちゃった、締められちゃった、締められちゃったじゃん。俺めっちゃ孤独だったんだけど今あっちで。鼻を人気絶大やな。これ飲んでください。これ不審者です。みんな一緒に責任しような。17時です。これから2回目の本番です。頑張ります。頑張ります。はい、私がカメラをジャックしました。のりくんです。かわいい。ジャスティス。あれ、瀬戸さん。おい、瀬戸さん、瀬戸さんごめんなさい。今日決めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうも、おやすみでネガです。いや、どうですかね。はい、あのね、彼今ね、なんか動画やってるんですけど、なんかね、あいつ太鼓の達人ほぼしたことないですからね。違うだろ、あれ。やり終えたはずだよ。やり終えすぎだよね。楽しく談笑してるもんね。はい、ということで今6時45分です。いろいろ終わりました。すべての出演が終わりまして、お祭りももう多分佳境だよね。あ、あきさん、あきさん、楽しかったね。なんか悲しい夏の終わりみたい。楽しかったね。はい、ということで19時10分ぐらい終わりましたね。いろいろもろもろ終わって、これから会場を出て帰りたいと思います。2人は今日は何を遊びに来ました。今日は ね、日向の、正直日向が声かけてなかったら俺来てない。お疲れお疲れした。めっちゃ元気じゃないですか。はい、ってことで終わりで飲んでます。今21時ちょっと前ですかね。いや、いい回だねこれは。いい回。これ笑った、いろいろ。これ安定のメンツですよね。なんか、いや、もうまあいい、このメンバー安定になりたい。そう、もうこの メンバーで。あと花尾くんが今トイレ行ってますけど、まあ、こんな感じで楽しくやってまーす。はいはい、ということで今現在時刻11時40分分ですね。ホテル到着いたしました。なんだかんだね、あの花尾くん、伝川さん、秋さん、日向と4人で5人か、5人でめちゃくちゃ飲んで語って、すげえ楽しかったね。楽しかった。いや、もう安定のメンツって感じなんですけど、あ、動画撮ってないけどね、こういろいろ飲んだりとかしてるような、結構安定のメンツなんですよ。でこれから寝ます。もう1日動き回ってステージ4回やって、で飲んで歩いてここまで来て、すっごいすげー充実した一日でした。もう本当に楽しかったし、もうね、やっぱ陰で動いてくれてるスタッフさんたちにはもう感謝しかないんですけど、その感謝しながらこうステージに立って皆さんの笑顔を作れたのかななんて思うと良かったですね。こんばんは。酔ってるんでしょ。うん、酔っ払いですね。ということでおやすみなさい。最後までご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録は右下の登録ボタン、もしくは画面下の登録ボタンからよろしくお願いします。セカンドチャンネルもあるよ。よろしくね。バイバイ。